ばんは、愛香です。今日はですね、3月21日発売のクレドポーボーテの新しいファンデーションをレビューしていきたいと思います。これね、はい、楽しみにしていた人多いと思います。まあ、今年の春、本当にね、いろんなブランドから新しいファンデーション出たんですけど、まあ、結構出揃った感あったので、まあ、最後のね、真打ち的なポジションかなと思うんですけど、もちろん前作のね、こちら、マットタイプと仕上がりの比較とか、持ちの比較もやっていきたいと思います。でも最初にもう壮大なネタバレしちゃうんですけど、今回ね、リキッドファンデーション、それから下地、スポンジとね、3つのアイテムが同時発売になったんですが、もう私の一押しは、ごめんなさい、ファンデーションじゃなくて、こちらの下地です。これがね、すっごくいい。いいんですけど、やっぱりまずはね、こちらのファンデーションから紹介していきたいと思います。クレドポーボーテタンフルイドエクラナチュレルですね。既存のタンフリオイドエクラマットのボトルがね、すりガラスじゃなくてツヤタイプになっただけで、見た目はほぼ一緒なデザインですね。で、お色展開もね、一緒かなと思うんですが、SPF の数値が若干違いますね。マットタイプが SPF20PA3+ だったのに対して、今回出たツヤタイプは SPF25PA2+ になっています。まあ、なので数値的にね、これからの季節はやっぱり日焼け止め併用した方が安心かなと思います。日焼け止め使って下地使ってファンデーション。お粉はね、使った方がいいですよっていう風に BA さん言われてたので、まあ、ファンデーションの後、お粉をね、併用されるといいと思います。で、今回私ね、買ったのが、マットの時と色味がね、だいぶ違ってて、ベージュオークル20番というカラーになっています。で、前買ったのがね、私、オークル30番っていう結構暗いカラーなんですよ。なんでこのカラー選んだのか、下り自分でも全然覚えていないんですけど、これね、すごい仕上がりめちゃくちゃ綺麗だったんですが、時間経つと若干ね、赤黒くなるのが気になってて、できればもう少し黄色みが強い方がいいっていう風にリクエストしたところ、こちらのベージュオークルを勧めてくださいました。ただ、色選びでね、一つ気をつけてほしいのが、BA さんも気にされてたんですけど、私カウンターで色見てもらったら、BA さん的にはおすすめはオークル10番っていうね、これに比べるとだいぶ明るいカラーだったんですよね。でもこのベージュオークルになると20番っていうちょっと暗めの色になるので、まあ、暗くて黄色みのあるカラーだと赤みをカバーできるっていうメリットはあるんですけど、これから夏になってきて、まあ、汗とかかきますよね。そうするとこの黄色みが裏目に出るというか、こう気ぐすみしちゃう人もいるらしいんですよね。だからそうならないか結構心配されてたんですが、まあ、私がねオークルよりこっちの方がいいということでリクエストしてこのカラー選んできました。で、今ねもうこの後のメイク動画見てもらったら分かると思うんですけど、実際にこっち側にこの新しいファンデーションのこのカラー使ってるんですよね。でもそんなにめちゃくちゃ黄みが強いっていうことはないと思うんですよ。ちなみに他のブランドだとディオールで 1.5N から 2N 番くらいで、スックで110番ですね。そしてトムフォードで 2.0 番くらいを使っています。なので結構標準色ですね。標準色で赤みとかピンクみよりは黄み寄りのカラーを普段使っています。ただ黄み系のカラーがこれだけの展開だったと思うので、まあオークルだったりとかピンクみある人だともうちょっと色のね選択肢あると思うんですが、普段ね黄み系のカラー選ばれてる方はもしかすると色選び難しく感じられるかもしれないです。はい、じゃあねちょっとカラーについて話が長くなったんですけど、実際使ってみて感じたことね、それぞれのアイテム紹介していきたいと思います。まずこのファンデーションはね、クレドポーでしかもツヤタイプ、まあ、1万円超えですし、まあ、デパコスのこれくらいのちょっとお高めのツヤ系ファンデーションっていうと、もう美容液成分たっぷりでこうツヤツヤ、下手するとテカリかなみたいな仕上がりのものもあったりするので、ちょっとドキドキしたんですけど、もう見ていただいたらわかる通り、そこまでツヤツヤじゃないですね。どちらかというと陶器肌っぽい仕上がり。で、この仕上がりに関しては、このファンデーションと、この後ね、紹介する下地も肝かなと思うんですが、ちょっとそれはね、後ほど紹介していきます。で、今ですね、こっち半分は、この前からあったマットタイプ使ってるんですよね。でも、左右でそこまで質感の差出てないと思います。まあ、これをね、この後、検証とかしていく中で、時間がね、経つと、また質感変わってくるかもしれないんですが、付けたての状態だと、これくらいの差ですね。パウダーも、どちらも同じこのクレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエルを使っています。で、このお粉を重ねることによって、まあ、どちらもサラッとした感じには仕上がってくれるんですけど、そこにプラスして、今回のツヤタイプの方は、こういう高さのある部分ですね。ここのカーブのところに自然なツヤ感が出てくれるかなと思います。次、下地ですね。クレドポーボーテ、ボアールマティフィアンリサン。
SPF25PA2+ です。これもね、見た目的にはこの既存のボアールコレコチュール N ですね、これとチューブの形状とかは一緒です。質感だけがマットになっているんですが、中身はね全然違います。でこの既存のボアールコレコチュールも私すごく好きで、まあ、今までもね普段のメイク動画だったりとか、まあ、今月のお気に入りみたいな動画でもたびたび紹介してきたと思うんですが、もう中身もね結構減ってるんですよ。こっちは保湿力がしっかりあるタイプなので秋冬ねよく使っていました。で対するこの新タイプはですね、チューブがマットになっているところにもねヒントがあるんですけど、わかるかな、こんな感じ。こっちが今まであった方で、ほら色もね今までのものに比べるとだいぶ白いですし、さらっと流れるようなテクスチャーだったのが、今回のは結構固めでその場に留まっているような状態なんですよね。で伸ばしますよ。そうすると毛穴を埋めてくれる系のシリコンっぽい下地のようなちょっとスルスルしたね独特な感触があります。でしっかり伸ばすとツヤを感じるんですけど、角度によってはなんか細かい青っぽいパールが入ってるのかなっていうような、お肌に透明感が出ているように見えるんですよね。でもちろんこの保湿されたっぽく見えるところも好きなんですけど、これね感触が面白くって、伸ばすと本当肌表面がサラッとしてくれて、これ最近の下地によく出てくるキーワードなんですが、お肌表面をねフラットに滑らかに仕上げてくれるんですよね。これやっぱりこの春夏のねベースのトレンドだと思うんですよ。そして3つ目がスポンジですね。マットタイプが出た時は一緒にねブラシが発売になって、それもね売れに売れたみたいなんですが、今回はこんな面白い形状のスポンジが同時発売になっています。で私今回ねサンプルをもらいに行った時と実際買った時、2回ね別のカウンターに行ったんですけど、どちらの BA さんもこのスポンジ絶賛されていました。で使うとすごく便利なの分かるんですけど、さっき使ったので汚れててね申し訳ないんですけど、こういうカーブになってて、この広い面積でこういうところですね滑らせるようにつけたりとか、あとこのお尻の丸いところで伸ばすこともできます。でここはね練りチークとかをポンポンってなじませたりすることもできます。でこの後ろのねちっちゃいところ、ここでカバー力を増したい時にトン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 とね狙ったところにね重ね付けすることもできますし、あとはこの先端が尖っているので、こういうところで鼻のね脇の凹凸部分だったりとか、まあ、口角、それから目の下とかですね細かい部分を塗ることもできます。で実際にこういうところを使って塗ってみたんですけど、すごくね手早く塗ることができます。まあ、普通の卵型でも先端ねこう押さえながら目の下とか塗るとしっかり塗れるんですけど、この方がなんか軽く持って角度変えながらあっという間に仕上げることができました。スポンジ1個でね2200円なので、お値段は結構いいお値段するんですけど、非常にね優秀なツールだと思います。前回のものと比べて単純にファンデーションの質感が違うだけじゃなくって、下地もねツールも異なっているので、それぞれの良さにちょっと感動して力が入っちゃったんですが、まあ実際に見てもらうのが一番早いかなと思いますので、それではねツヤタイプとマットタイプ半顔ずつ使った検証メイクご覧ください。それではメイクスタート。はい、それではね下地から使っていきます。こっち半分を新しいツヤタイプですね。そしてこっちが以前からあるマットタイプ使っていこうと思います。じゃあまずですね今回出た方から使っていきます。これをスススーっと乗せたら、こっち半分に伸ばしていきます。でスルッと伸びてくれるんですけど、こういう毛穴気になるとこはこうくるくるっとねなじませるといいというふうに言われていました。うん、もうすでになんか半分スルッとしてますよね。じゃあファンデーション使っていきましょう。ターンフリュイドエクラナチュレル、軽く振ってまず顔の中心ですね、この辺りカバー力を上げたい部分にのせて、でスポンジのこの面ですね広いところを使って一気にバーッとね伸ばしていきます。そしたらほらスルッてねすぐ仕上がるんですよ。何回もスポンジを滑らせなくても即綺麗に仕上がるイメージで、さらにカバー力を上げたい部分にはまた指でこう取って、例えばこの辺りねもうちょっとカバーしたいなってなったら、このちっちゃいところこれでトン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 とね押さえてあげると、今重ねたのでここ白っぽくなったの分かりますか。カバー力を上げることもできます。はい、まず顔半分ですね新ファンデーションで仕上げてみました。じゃあこっちですね既存の下地とマットタイプのファンデーションを使っていきます。こっち半分塗っていきます。ターンフリュイドエクラマットを使っていきます。左右でね色の差はかなり出ちゃうかなと思います。
なんですけど、今日はね、もうとりあえずこの仕上がった時の質感とか持ちの違いを見ていただきたいと思うので、そのまま使っていきます。で、これはね、発売当初売り切れちゃってて買えなかったので、そのまま買わずじまいなんですが、ブラシも出てたので手持ちの博報堂のファンデーションブラシでつけていきます。これもね、なんかマットでしかもブラシ付けすると筋出そうって思うかもしれないんですけど、手早く仕上げられるファンデーションなんですよね。こんな感じ、全然なんか厚塗り感出ないですよね。久しぶりに使うとやっぱりいいな。今のところそんなに質感に差は出てないかな。めちゃくちゃツヤってこともないし、こっちもがっつりマットっていう感じじゃないので、思ったよりは違和感ないかなという気がします。それぞれの下地とファンデーションで仕上げるとこんな感じです。じゃあね、後のメイクは一気に仕上げたいと思います。せーの、はい、こんな感じでメイク仕上がりました。今日のポイントメイクなんですけど、アイメイクはまたこれですね、クラランスのローズウッド。そしてリップはこのエテュセのリップエディショングロスの11番ですね、こちらを使っています。じゃあ今日はね、これで1日過ごしてそれぞれのメイク持ちチェックしていきたいと思います。それでは後ほど。はい、今日も一日お疲れ様でした。ということでね、ファンデーション持ちチェックしていきたいと思います。早速ね、楽な格好にならせてもらってるんですけど、もう撮影終わったら速攻メイクオフしよう。もう花粉の時期はダメですね、顔かゆい。はい、こっちがね、新しいツヤタイプ、こっちが既存のマットタイプ使っていました。口紅が剥がれて悲惨なことになってますけど、顔面はどうだろう。ハイライト入れた部分ですね、こういうところ、顎はでもそんなにツヤ出てないかな。こことか鼻筋は結構ねツヤ出てきてますけど、その他なんか特に油分が出てテカってる感じはどう疑問系ですけど、ちょっと額とかはテカってるのかな。あー、触ってみるとどっちがしっとりしてるかな。同じくらいしっとりしてるんだけど、意外とこの既存のマットの方がちょっとペタペタした感じで、新しく出たツヤの方がなんかね、サラッとしてるの不思議ね。なんか大抵ツヤタイプとマットタイプだとマットの方がサラサラしてること多いんですが、これはね、新しいやつの方が表面がサラッとしてますね。これはもしかすると下地のおかげなのかなと思いました。毛穴を埋めてね、肌表面をサラッとしてくれる下地なので、それでツヤファンデなのにこのサラサラ感を保ってくれてるのかもしれないですね。でももちろんサラサラって言っても乾燥してサラサラしてる感じじゃなくって、お肌の内側のね、潤いは残ってくれています。こっちはね、ちょっとコンシーラー使ってるのでマットタイプの方、ファンデーションだけでの持ちがね、分かりにくいかもしれないんですが、一応お見せしておきます。まあ、鼻の横とかもそんなに浮いてないし、結構綺麗に保ってくれてるんじゃないかな。で、ここのコンシーラーのところはちょっとシワみたいになってるんですけど、その他目尻とか乾燥してひび割れたりとかファンデーション落ち込んだりっていうこともないですね。他にも額以外は気にならないかな。ちょっとティッシュで押さえていきます。はい、リップが取れた、リップが取れただけで、その他ちょっと鼻の横もう一回、鼻の横押さえても分かります？今こうしたので反転してるんですけど、マットタイプの方がついてて、ツヤの方がねほとんどついてないの。これもコンシーラー重ねてるから、もしかしたらコンシーラーのせいもあるかもしれないんですけど、今までどんなにテカってなかったり崩れてなくても、鼻周りって私結構小鼻脇のとこがっつり油分取れてたと思うんですが、それがねこの右側特にほとんど取れてないから、もしかするとその下地に皮脂を吸着してくれるような効果もあるのかもしれないですね。あ、そっか、だからテカってないのかな。おでこもテカってるような気がしたんですけど、意外と抑えるとそんなくっついたりとか油分が取れたりっていうことはないんですよね。なんか全体的にベタつきもないですし、まあ、そういった小鼻のところのね、油分の出方の差っていうのはあるんですが、それでもどっちのタイプもね十分綺麗に持ってくれると思います。で、綺麗に持ってくれるんですけど、なおかつこう触った時のこのスルッとした感じは、今回出た新しい下地とファンデーションを使っている方が上なので、今回出たものはねやっぱり質感が変わったっていうことと加えて、今までのも全然悪くないけどさらに質感が良くなったような、そんな使用感かなと思いました。はい、今日はねマスクつけて過ごしてみたので、マスクへのメイク移りチェックしていきたいと思います。もう顔が熱い、はい、おお、優秀、
すごい、はい、またね例によって反転しているので、こっちがマットタイプですね、こっちがツヤタイプ。プリーツ部分には少しついてるのと、あといつものこの鼻のところですね、ここはついてるんですが、全体的にはすごい綺麗ですよね。許容範囲も許容範囲って感じ。どっちもあんまりついてないんですけど、より今回出たツヤタイプの方がこのプリーツのところにもファンデーションついてないなという印象です。顔面チェック、鼻先ですね、ここは擦れて毛穴のところにファンデーション入り込んで目立ってますが、このマスクなしで過ごした時同様、この鼻の横、ここの皮脂浮きが少ないなと思います。でどっちもそんなにテカってないんですけど、より今回出たファンデーションの方、こっちの方がテカリが少ない気がするんですよね。ツヤタイプのファンデーションでここまでテカらないっていうのはすごいと思います。じゃあちょっと顔触ってみますね。たまにマスクつけて過ごすと、マスクなしで過ごした人、こう触った時のね感触違ってたりするんですが、まあ一緒かな。乾燥もせず程よくしっとりみたいな感じですね。まあいいんじゃないですかね。正直ね、マスク移りはもっとすると思ったんですよ。まあ結構しっとりもしてますし、がっつり取れなくても全体的にうっすらついてるなみたいな結果をね予想していたので、ちょっとこれはねびっくりしました。もちろんね、このマスクの紐が当たってたとことか、縁のとこもファンデーション剥げた感ないですし、もうこの鼻の頭のところ、剥げてる部分だけ軽くね、パウダーファンデとか重ねてあげたら、本格的なお直しは不要かなと思います。いや、いい結果でしたね。で、既存のマットタイプも新しく出たツヤタイプも、まあそんなにね、崩れ方変わりないんですが、やっぱり私はこっちの方がスルッとしてる感じがね、好きなんですよね。どっちか選ぶのだったら、まあ今回出た下地とファンデーションの方が好きかなと思います。前のも好きだったけどね、それを上回るものが出てくるっていうのがやっぱクレドすごいなと思いました。というわけで今回は3月21日発売のクレドポーボーテの新しいファンデーションを実際に使ってみて持ち検証してみました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。